Lexel presents。皆さんこんにちは、奈良橋明也です。今回の Lexel presents アントラーズリポート、プレイヤーズエディションは総集編をお送りします。2021年シーズンはこれからのアントラーズを担う若い選手、加入1年目からチームの中心として活躍したブラジル人選手をゲストに招いて、普段ピッチでは見ることのできない素顔を紹介したり、チームのためにどう戦うか、勝つために何が必要なのかを総集編の今回は放送時間の関係で泣く泣くカットした未公開映像を中心に、特に印象に残った話などもたっぷりとお届けしたいと思いますので、ぜひご期待ください。というわけで、レクシュープレゼンツアントラーズリポート、プレイヤーズエディションスタートです。レクシュープレゼンツアントラーズリポート、プレイヤーズエディション。番組の前半は、普段サポーターが見ることのできない選手の素顔を紹介する企画をお届けしてきましたが、まずはこの話題からスタートしていきたいとも思います。初めての給料で買ったのはスチーマーでいいですか？はい、スチーマー。はい。1日何回ぐらい使うんですか？夜のお風呂上がりに、まあ、それを1分、2分ぐらいもう使って、本当持ってる人多分持ってるかもしれないですけど、はい、本当 軽めに。あ、じゃあ知ってる方は分かってるんですか？出るかな、スチーマー。はい。去年のね、一番高い買い物がドライヤー。3万円ぐらいしたのかな。いろいろと機能もすごいんですよ。普通に風が出てくる口があるじゃないですか、うん、ある。その上にちょっと口があるんですよ。2段階、うん、何かと思ったらイオンが出てるらしくて、うん、そこね、はい、うん、でもイオンって何なんって思ってんね、分かる、まず分かるちょっとよく見たら、そのまとまりやすいとか、うん、癖毛でも暴発しにくいとか、うん、でまあ使ってるんですけど、うん、実際どう、まず使って、うん、まあ車も買いました。もう買って、はい、じゃあ今もう楽しいでしょ。楽しいです。楽しいでしょ、一人で、はい、嬉しいでしょ。嬉しいです。分かる、そのおじさんすっごい分かりますちなみにあれ、同期の選手とかを乗せたりしてるんですか？そうですね、まあ、山田があいつ、うん、ちょっと最近どうした、なんていうんですかね、どうした、まあ、俺 も免許持ってない時お世話になってたんで。ああ、山田先生、はい、うん、まあいいんですけど、うんうん、最近なんか自分の車持ってること忘れてるってぐらいずっと俺の車に乗ってて、うんうん、でこの前も山田が、あ、じゃあちょっと買い物行ってくるわって言って、うん、で自分の車あるはずなんですけど、うん、鍵貸してって、うん、俺の車で行ってなんとスチーマードライヤーとか可愛いもんだなと思いますし、やっぱりみんな若いなと、見た目は気にするんだなと、遠出なと思います。僕はパシリとして使われてます、はい、ということなんですけど、はい、あれ分かりますか？山田ですね。山田は特に一番一緒にいるんですよ、うん、ずもうあれ、はい、今は多分ちょっとなんていうんですかね、逆な感じなんですよ今はね、はい、免許を取ってない時に、うん、まあ、ちょっとそうかいろいろお世話になったな、うんうんうん、そこだけね、はい、そこだけ今だから、では太郎くんが免許取って、はい、でも逆に車も、はい、そうです、貸してあげてるし、お世話になった分ちょっとこうじゃイーブンに、そうです、戻してます。まあ、寮生は基本みんな仲いいですね。それこそ隣の部屋の山田。あ、え？山田選手。はい。うん、前回かな、荒木選手のところも名前が出て。本当ですか。大活躍の山田選手なんですけど。山田の部屋が本当みんなの集まる場所みたいになって、みんなでそこでゲームしたりして。
山田選手も愛されてるっていう。そうです、はい、とにしておきましょう。しておきましょう。はい、あの山田選手のとこに結構遊びに行くと、こう言ってましたけど、伊熊は？俺は山田の部屋もなんかもうみんながいるんで、ちょっと散らかってるんですよ。そのみんなが置いていくゴミとか、山田は多分綺麗にした、綺麗にしてるんですよ。うんうん、でみんながそのいるからゴミとかで溢れかえっちゃってて、うん、俺は。昔は結構いましたけど、去年とか、うん、今も入れないですね。逆に一番こいつの部屋はちょっと考えられないなっていうのをもう担当直入にお願いします。常本ですね。汚いんですよ本当に。え、ちょっと待って、あ、爽やかなのに、はい、ギャップがあるんだけど。ギャップ、あれギャップなんですかね。本当に汚いんですよ。もう考えられない。これはカットしないで使ってもらいたいぐらい。みんなが集まってきても何一つ文句を言わないゴールキーパー山田大地選手って本当にいい人なんだなと思いましたし、ただ関川選手の綺麗好きと、これが本当に意外だったんですけど、まあ、イケメン常本選手の部屋が一番汚いっていうのはすごく意外でした。本当に人は見かけで判断しちゃいけないなっていうのを改めて思いました。人見知りは？人見知りします。初対面会う人とか、うん、あ、結構無理なんですよね。そう、まあ、1年目入ってね、アントラーズ入った時ってどうだったの？だから全然喋れなかったですね。まあ少しずつ、はい、少しずつ馴染んできて、はい、しっかりはしてない。しっかりしてないですね。でもしっかりしてなくて、うん、なんか自分でなんか思うんですけど、しっかりあんまりしてなくて、うん、で、まあ、特にあんまり考えてないんですよね普段。もう感覚？そうですね、考えずになんか行動してる感じが多いです。いろんな選手に話も聞いてますが、はい、やっぱ真面目で努力家だってみんなが言ってるという、まあ、おちゃらけでサボりがちって言われるよりいいじゃないですか、真面目で努力家って言われた方が、ね、どっちかっていうとおじさんそっち系なんだよね。こっちなんだから。あ、そうなんですね。そう、怒ったところを見たことがないっていう選手が、怒ったことはないかもしれないですね、鹿島では。鹿島ではないってことは、そうですね、明治大学の時は結構怒ってたと思います、うん、それはあれですか、ユースの時も結構、あ、ユースの3年になって、はい、そういう、こう意識は。そうですね、はい、ユースの時もキャプテンやってたんですけど、うん、怒ったこともあります。まあ、やっぱり人間ですからみんな性格は違います。ただその性格の違う人間がいざ試合になると一つになって勝利を目指す、それがクラブの伝統でもあり、アントラーズファミリーと言われるゆえんだと思います。広瀬選手と仲がいいって聞きました、はい、どのぐらいな、もう結構ですか？めちゃくちゃよくしてもらってますね、可愛がってもらって、いろいろな面で。はい、どういうところを可愛がってもらってます？ご飯もよく連れてってもらってるし、まあ今サウナにハマっててサウナも一緒に行ったり、まあサッカーも一緒にやりますし、大学のね、はい、大先輩でもあります、はい、泉選手、はい、泉さんの前では何もヘマできないっていうプレッシャーを感じながら行動してました。じゃあちょっとこう先輩でもやっぱり遠い存在というか、はい、栗田監督からも泉はすごかったっていうふうにすごく受けてたので、うん、わ、すごい人いるみたいな感覚でした。でも龍二くんは初対面から優しくしてくれたんで、うん、その緊張は一気にほぐれさせてくれたんで、うん、はい、
リラックスできたと、はい、いう意味で、あの 大卒の選手たちはどっちかっていうとお兄ちゃん的な、はい、そうですね、松にとっては距離近いです、かなり、まあ、ちなみにそれ以上の上の選手にはいじったことある？マリノス戦アウェーの、うんうん、安さんが点を決めて確か逆転勝ちしたんですよ、うんうん、3対2で、うん、なんか終わってみんなタッチ、ハイタッチとかするじゃないですか、うん、ハイタッチみんなしてるのに僕だけ安さんの頭を3回ぐらいポンポンポンそれはあれね、じゃあチェックしてくれれば、みんなに言われました、あすっごく、それは何で、その時は俺安さんも多分気づいてないと思うけど、はい、後々見たら、うん、なんか言われた？いや、みんなめっちゃ笑ってたんで、あれですけど、うんうん、大丈夫大丈夫、全然大丈夫、朝もあ、大丈夫です、そういうところから、はい、もちろんみんなポジションを争うライバルで、普段の練習では厳しくバチバチにバチバチにやり合うんですけど、いざピッチを離れるとみんなが仲のいい、本当にオンとオフの切り替えがうまくできているところがアントラーズの伝統なんだなとつくづく改めて思います。というわけで前半の最後はこの選手の未公開映像で締めたいと思います。ピトカ選手の本名がディエゴ・クリスチャーノ・エバリスト。 OK いつ頃からピトカさんと呼ばれるようになったんですか？É até engraçado, né? Porque o apelido do meu pai na minha cidade, não, né? Todo mundo que conhece meu pai como Pituca. E quando eu ia, tipo, meu pai ia me levar pro campo, os outros me chamavam de Pituquinha, né? E eu odiava isso. Eu, não, eu ficava puto da vida, né? E voltava pra casa chorando e falava, mãe, não quero mais andar com meu pai porque os outros ficam me chamando de Pituquinha, né? E aí minha mãe falou, não, filha, você não vai andar mais com seu pai, você só anda com a minha mãe. Só que minha mãe ia pra onde? Mercado, meu pai, eu queria ir pro campo, né? E aí foi quando eu fui pra Matonense, né? Só que eu odiava o Pituca, né? Aí o presidente falou assim, não, Diego tem muitos, né? Vamos colocar Pituca. Eu falei, não, mas Pituca só é muito feio, né? Vamos colocar Diego Pituca. E acabou pegando, né? E é uma, hoje é só minha família mesmo me chama de Diego, é muito difícil, né? Todo mundo me conhece como Pituca. Mas agora é uma coisa, uma... É uma marca que já pegou, né? Não tem por que eu mudar mais. どんなに世界的なスターになっても子供の頃のあだ名って呼ばれるのって日本人からするとまあやっぱりこう不思議な感覚があると思います。というわけで番組の前半は選手の素顔を振り返っていきましたが、後半はサッカーの話をお送りしていきますのでお楽しみに。リクシルプレゼンツアントラーズリポートプレアゼーション、今回は総集編をお送りしています。というわけで番組の後半はこのテーマからスタートです。まあ現代サッカーにおいて、うん、まあ、攻撃も守備も求められているポジションだなっていうのを感じますし、はい、でまあその中でも鹿島アントラーズ入団を決めた理由もそうですけど、やっぱり、守備は絶対に抜かれない、うん、一つ目として守備は絶対にやらせない、うん、まあ、相手のサイドハーフはやっぱりキーポイントになってきます、うん、攻撃の、まあ、そこで簡単にやらせないっていうのと、やっぱり攻撃の起点となるポジションでもある、ボールを奪って攻撃の最初の起点になるポジションだなっていうのも感じますし、まあ、そこのポイントになるところ、もっとよく言えば得点に絡めるプレーっていうのをもっと増やせる必要、増やしていく必要がある場所だと思っているので、まあ、得点に絡むプレーを増やせるでは理想のサイドバックかなっていうふうに思います。もっとね、はい、あれかな、やっぱりこうサイドバックって、まあ、僕は結構もう使われる立場だったんですね、はい、結構もう走って、はい、頑張って走ってっていう立場だったんですけど、常的には使う立場でもプレーしたいっていうふうに思って、そうですね、理想は どちらもできるのがやっぱり理想かなっていう。
まあ、走りは自信があるので、うん、使ってもらって構わないですけど、うん、まあ、それプラス自分も使えるようになればもっと面白いプレーができるのかなと思います。理想ってある？このサッカーが理想っては。自分結構パスサッカーが好きなので、うんうん、やっぱマンチェスターシティのサッカーは本当に好きですね。やっぱこう試合の流れをこう何こう変えるというか、こういうプレーもいろいろとこうね求められる、相手の時間もあるし自分たちの時間もあるし、やっぱそういう流れっていうところをね、やっぱ変えなきゃいけないっていうところはどうですか、実際にプレーしてみて。そうですね、まあ、やっぱり真ん中のポジションなんで、ゲーム展開っていうのはやっぱ一番見なきゃいけないって思ってますし、なんだろうな、まあ、やっぱり攻撃トップ下のポジションなんで、攻撃が主にっていうポジションになってしまうかもしれないですけど、やっぱりその中で守備もできるような選手になれば、なんていうんですかね、きつい時間でも守備戻ったりして、まあ、攻撃になったらそこからさらに出ていくっていうのは、なんていうんですかね、まあ、こう相手の時間でも自分たちの時間でも、まあ、どっちでも活躍できるっていうか、目立ってる選手になりたいなって思ってます。なんだろうな、まあ、まあプロ2年目で、はい、こう松にとってどんなところが課題として置いてますか。まあ、ボールのもらい方っていう部分を僕はすごい意識して、まあ、自分の課題だなと思ってやってるんですけど、ボールをいい位置で受ければ自分自身の強みであるドリブルとかスピードを生かしやすい、自信を持って勝負できるっていうのはあるんですけど、今のアントラーズ結構サイドバックが高い位置取って結構サイドが中に入ってっていうのが多くて、まあ、高校の時なんかもう一生張ってもボール外でもらって仕掛けてるだけだったりとかもしてたので、まあ、自分が勝負しやすい位置でどのようにボール受けるかっていうのは結構模索しながらやってるっていう感じです。まあ、試合中にこうたまにね、こう今のプレーを見てるとちょっとこう何ですかね、集中が切れちゃうとか、こうあっさりしたプレーがまあ、少なからずあるなっていうのはなんか見てる方感じるんですけど、昔から言われてた課題ですね、集中力っていうのは。そこはなんでこう切れちゃうと思う？分かんない分かってたら、あ、まあまあね、はい、変えれるんですけど、まあ、そこはあれやっぱりこうトレーニングでも意識はしてる、はいはいはい、でやっぱりセンターバックで、まあ、林選手が加入したり、はい、ね、上野選手が入ったり、またセンターバックの競争っていうのはすごく激しくなってきてるじゃないですか。まあ、そういう中で伊川自身どんなプレーが必要だと感じてます？僕は対人の部分だったりビルドアップの部分っていうのを特徴として今やってるんで、そういうのをもっともっと伸ばしつつ、その集中力だったりっていうのはやっぱ課題として、いきなり急激に変わるっていうわけにはないと思うんで、コツ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 練習からやっていけたらっていうのは思います。ピテカ選手すごく、まあ、ボランチっていうポジションですけど、もう本当に、まあ、前線に行ったりこうディフェンスラインにこう下がったり、すごく広範囲でプレーしてるようになんか僕見れるんですけど、そのこう判断っていうのはどういうところで決めてるんですか？A gente vai pela leitura que a gente tem do jogo, né? É, muitas vezes pede a gente mais na frente, muitas vezes pede a gente mais atrás, então a gente vai tendo aquela leitura do jogo, né? Pra ver o nosso melhor posicionamento e a gente tenta, sei que é difícil, né? Mas ali no jogo, no calor do jogo, a gente tem que ser muito rápido, né? Porque as coisas acontecem muito rápido, então a gente também tem que raciocinar mais rápido, né, para saber se pede a gente mais na frente, se pede a gente mais atrás, então a gente acaba, a gente fala, cobrindo os espaços, né, então acho que é uma coisa que eu tenho treinado bastante, né, isso, né, tentar me posicionar para melhor para a equipe. これ本当大事だと思うんですよ。ボランチとしてピテカ選手が一番大事にしているところはどこでしょう？Olha, acho que o mais importante é a gente ter uma visão de jogo, né? Uma visão de jogo
porque igual a gente fala ali, é uma das posições mais importantes que tem, né? Porque você acaba cadenciando, você acaba nos momentos do jogo, a bola, na maioria das vezes, passa no pé da gente, né? Então a gente tem que ter uma boa leitura de jogo pra gente conseguir fazer o nosso time jogar. やっぱりこうセンターバック、サイドバック、そして攻撃的ポジションの2人、まあ、厳しい言い方かもしれませんけど、チャンスをもらっている以上、小木さん、期待したいと思います。またそういった意味で、この選手の勝利に対する姿勢だったり、感情をむき出しにしたプレーを、すごく参考になると思います。Olha, a gente tem uma boa equipe, né? A gente mesclou um pouquinho, né? Com gente jovens, com pessoas mais velhas. Isso deu uma união boa, né? Da nossa equipe. Infelizmente, não foi o ano que a gente queria, né? Conseguimos, né? Ter uma base, né? Acho que pro ano que vem. Acho que ano que vem eu tenho certeza que vai ser melhor que esse ano, né? Então acho que é continuar trabalhando, ainda temos mais 5 batalhas aí pra gente ir pra CL, então continuar focando, mesmo que não estejam as coisas muito bem, mas a gente conta com o apoio de todos os torcedores para que continuem nos apoiando, para que a gente possa conseguir o nosso objetivo. Yori motto ko hageshiku komotto daita ga mushara na play oまあ、プレーをこうしてもいいかなっていうふうには、まあ、僕なりに思ってるんですけど、若い選手にアドバイスするにはどういうところをアドバイスしたいですか？Olha, acho que os meninos são meninos bons, né, Lando? Acho que são meninos que querem aprender, né? Meninos que sempre perguntam, sempre quer algo a mais, né? Mas aí a gente fala, né? A gente sempre, nós mais velhos, né? A gente tenta passar pra ele, mostrando também, né? A nossa entrega, Então, só deles ver, eles já sabem que eles têm que crescer também, né? Então, a gente tenta conversar para que eles também consigam chegar num nível alto, que eu tenho certeza que muitos ali vão chegar numa seleção. Muitos vão sair do Kashima, vão para equipes na Europa. Então, acho que esses meninos, eu tenho certeza que tem muito a ajudar a gente ainda no Kashima e...futuramente aí ajudar a seleção do Japão. 総集編の最後はアントラーズの未来を担う上で重要な役割を果たすであろうあのレジェンドの言葉で終わりたいと思います。アントラーズが これから強く上昇軍団って言われてるじゃないですか。でそのね上昇軍団をこう取り戻すためにやっぱりこうユースの監督として何を一番こう取り組むことが大事だと思いますか？僕が入った時からもそうなんですけど、まあ、自己スピリットじゃないですけど、献身性尊重っていうのは本当に全てが詰まってるなと自分の中では思ってて、まあアントラーズってどういうチームってなったらもうやっぱりそこにその言葉が出てくるんですよね。そうだね、まあ、トップもやっぱり選手がねこう入れ替わるサイクルが早くなってるじゃないですか、はいはい、まあ、トップチームもすごくこう難しくなってきてると思うんですよ、まあ、そういう意味でねよりアカデミーの重要度っていうのはすごくこう大きくなると思うんですけど、まあ、複雑な思いもあるんですけど今の流れの中ではなかなか止められない部分もあるみたいなので、まあ、そういった時にやっぱり海外のチームっていうのは特にブラジルなんかはやっぱどん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 いい選手はもう引きヨーロッパに行っちゃうと、うん、でもそのどん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 その下のカテゴリーから上がってくるやっぱそれがないとこうもうクラブ自体がこう強いクラブっていうのを保てなくなってるような時代なんで下の年代もうスクールの年代の子供たちからジュニアユースとつながっていってでつなげていってこのクラブで
小さい時から育った選手がもうレギュラーで全員出てるっていうのがまあ将来的な夢ですけど、2021年はクラブ創立30周年という特別なシーズンでしたけど、残念な結果に終わってしまいました。そういった意味で今回登場した選手だけではなく、全ての選手が自分自身の成長にしっかりフォーカスしつつ、もっと強くタイトルを意識して2022年のシーズンを戦ってくれると信じたいですし、もちろん OB も今まで以上にしっかりとサポートしていきたいと思います。というわけで、リクシルプレゼンツアントラーズリポートプレアゼーション2021年シーズンは今回で泣く泣く最終回となりますが、またおじさんと会える日を楽しみに、そしてアントラーズの新たなスタートに期待して今回は終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。